レーニル・フランシス・ユーは、フィリピン出身のアメリカンコミックスのアーティストである。日本では、ミドルネームを省いて、レーニル・ユーとも表記される。2011年のニューヨークコミコンでスケッチをするユー1997年に、同郷のウィルス・ポータ賞に雇われ、マーベルコミックの雑誌、ウルバリンのアーティストに就任。同志での成功を収めた後、X メン、ニューアベンジャーズ、 シークレット・インベージョンなど数多くの作品に携わる。マーベル以外では、DC コミックスで、スーパーマン、バースライト、ワイルドストーム系列で、ハイローズ、サイレント・ドラゴンを手掛けている。コミックライターとの仕事について、ジェフ・ローブとは、ハルクや、フォールン・サン、ザ・デス・オブ・キャプテン・アメリカ、マーク・ミラーとは、アルティメット・コミックス、アベンジャーズやミラー自身のオリジナル作品である。 スペリアー、スーパークルックスでコンビを組んでいる。漫画以外の仕事では、ジョス・ウィードン監督による2005年の映画、セレニティのコンセプトアートや、フィリピン出身のロックバンド、ピンナップ・ガールズのアートワークを手掛けている。2011年4月9日に、62人の漫画家の一人として、カプオノイグのステージに登場した。このイベントは、イギリスのロンドンで行われ、 二つのギネス世界記録を達成した。さらに、作家のマーク・ミラーは、ギネスの職員監視のもと20ページの白黒のスーペリアのコミックブックを執筆し、ユーはカバーアートを提供した。ユー以外に、デーブ・ギボンズ、フランク・クワイトリー、ジョン・ロミータ・ジュニア、ジョック、ダグ・ブレイスウェイト、イアン・チャーチル、ダンカン・フェグレード、サイモン・ファーマン、デイビッド・ラフエンテ、 ジョン・マック・レア、ショーン・フィリップス、ディアム・シャープなど数々の著名なペンシラーやインカが参加した ABC ・スペリア翻訳版、間末折り返し。ありがとうございます。